さあ、ということで今回は早々のフリーレンヌードルストッパーフィギュアフェルンですね。こちらの開封レビューを行っていきたいと思います。いやー、なんとかワンコインで取れました。よかったよかった。で、後ほどフリーレンと一緒に並べていきたいと思いますね。じゃあ開けていきましょう。はい、改めましてヌードルストッパーフィギュアフェルンですね。激しく上下に動きます。裏のね、上下に激しく動く感じかな。はい、こちらがフェルン本体のみになりますね。じゃあ袋から出しましょう。はい、出していきました。まあ、こういった感じになりますね。ちょっとね、横向きになってるんで、まあ、まっすぐ向けるとこの角度ですけれどもね、まあ、普通に座らせるとこういった感じになりますね。じゃあ細かく見ていきましょう。はい、まずは顔からですね。目が結構くっきりしてるね。こういう感じですね。ちょっとアニメしか見てないんで、似てる似てないはちょっと僕わからないですけれども、まあアニメしか見てない印象で言うと、目がだいぶなんかパッチリ大きいなって思いましたね。目の中のこのなんていうの？この光というか、なんていうんだろうこれ。これも結構なんかカラフルというかね。なんかもうちょっとフェルンってぼんやりした目してない？気のせいかな。で、髪の毛これグラデーション、入ってますね、しっかり。毛先の方が紫が濃いのかな。で、付け根の方が淡い感じになるんだ。で、髪飾りがね、グレーなんですね。ルミナスタはね、シルバーだったんですよね。ここはグレーなんだ。あ、でも造形はしっかりしてますね、こちらも。模様がね。まあそんな感じで髪の毛はしっかりグラデーションが入って感じですね。うん、で、体の方ですね。基本的には成形色で、陰影塗装も入ってないですね。ただまあ造形がね、しっかりしているんで、何かね、安っぽさを感じるとかは特にないですね。うん、正直な感想としてね、全然成形色だから、って感じはしない。で、肌ですね。まあ手とかそこら辺の造形もまあ最低限ではありますね、この辺は。うん。それでもヌードルストッパー、僕のね、当初の印象よりかはだいぶね、クオリティが上がってますね。だよく考えたらハンターハンターとかね、クロロとかもそうじゃん。結構いいんですよね。まあ、横から見るとこういった感じになりますね。まあ、反対側はこういった感じですね。で、下半身の方は座ってるんでね、まあ、ここはヌードルストッパー特有の、まあ、直角というかね。うん、まあ、こうじゃないと座らないからね。で、靴の方は成形色で、ツヤは落ち気味になってますね。落ち気味というか、ツヤ消しかな、これは。で、スカートの内側はこういった感じですね。膝ぐらいまでは造形されてるって感じですよね。で、背中の方はまあさっき見た通り、ほぼ髪の毛になってグラデーションが綺麗ですね。やっぱりフェルンってルミナスタもそうですけれども、髪の毛結構力入れてるんですね。まあ長いからね、結構ボリュームありますしね。で、こちらが約 15.5 センチですね。まあ、とりあえずフリーレンと一緒に並べていきましょう。まあこういった感じになりますね。どん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 キャラクターが増えるとね、よりね、なんか華やかになって賑やかになりますよね。うん。まあシュタルクもね、出てもらってね、まあとりあえず3人揃わなきゃね。そうそうそう、このフリーレンの顔がね、全く似てないとか言う人がいてね、僕わからないんだよね、それが。アニメしか見てないからさ、そんなに似てないもんなのこれ。別に違和感は感じないけどね。ただあんまりなんていうかね、きつい言い方しない方がいいですよ。これ似てるって言ってるやつの神経がわかんねえぐらいなんか言ってる声とかもあるけど、作られてる方々ももしかしたら見てるかもしれないからさ、子供じゃないんだからさ、もうちょっとね、言葉遣いは考えた方がいいですね。好みはそれぞれでいいんですけれどもね。うん。そういうコメント僕ね、ちょいちょい削除してるんですよね。めんどくさいから。まあ、とりあえずこんな感じになりますね。で、昨日のルミナスタと並べるとこういった感じですね。なんかさ、ヌーストの目が大きすぎてさ、ルミナスタが逆に小さく見えちゃうね。これ錯覚だわ。完全に錯覚ですよ。ルミナスタの目そんな小さくないですからね。並べた時の相性どうだろうね。難しいもんだね、これも。で、月末にね、そう何回か言ってますけど、スケールフィギュアがプライズで出るんですよね。フリーレンとフェルンか。どんな感じの箱の大きさになるかもわからないしね。でもあれだよ、なんか座ってんだっけ？で、そもそもフリーレンとフェルンがそこまで身長のあるキャラクターじゃないから、そんな大きくならないですよ、スケールといっても。座り込んでてね。まあちっちゃい女の子同士だからね。女の子っていうか、まあフリーレンはなかなかお姉さんだけど実際。うん。だからあんまりね、その箱のサイズ感とかないんじゃないかなって予想してますね。まあ何が言いたいかっていうと、普通の箱のサイズでお願いします。絶対沼りたくないんでって感じですね。ということで今回は早々のフリーレンヌードルストッパーフィギュアフェルンですね。こちらの開封レビューを行っていきました。ご視聴ありがとうございました。